いろんな先輩にお越しいただいて、加盟する側で勉強していこうという学校を伊藤くんが学びながら月謝を取るというですね、離れ技を考えました。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイジーの学校を始めるよということで、今日は伊藤君と竹村さんですね。僕たちはフランチャイズの本部の学校というね、本部がどうやったらねフランチャイズうまくできるか、どうやったら拡大できるかみたいな学校をね、月謝5万円で毎月やってますよね。はい。今生徒何人ぐらいでしたっけ？大体40から60ぐらいをこう推移してますね。本部の社長が50人ぐらい集結してるコミュニティは結構すごいと思うし、しかもそれなりの社長さんで、そうね、その後の飲み会とかも20人ぐらい来るからね。伊藤君がですね、いよいよこれからフランチャイズを加盟しまくりますんで、はい、一緒に勉強していきたいですよね、フランチャイズについてね。そうですね、はい、加盟する方でめっちゃ勉強したいんですよ。なので伊藤君にフランチャイズとはと、加盟する側としてはこうだっていうのをね、いろんな先輩にお越しいただいて、加盟する側で勉強していこうという学校を伊藤君が学びながら月謝を取るというですね、離れ技を考えました。画期的ですね。一緒に学びましょう皆さん。伊藤君が学ぶ場を作るのに、みんなから月謝を取る。まあ伊藤君からも取ろう。本人は5倍だな。加盟する側はね、多分月謝1万円ぐらいでしょうね。いや、それはそうですよ。これ5万円取ったらやっぱりすごく限られた人たちになっちゃうし、こういうことだったら何が大事かっていうと、みんな同じことを考えてる人が集まってディスカッションすることが大事なんですよね。加盟を検討する人ってやっぱ一人で検討するから、通常そこがダメなわけじゃないですか。一緒に検討してる仲間なんていないし、加盟している成功しているオーナーに聞きゃ答えよった話になるし、ということで意外とないんですよ。知識と身につけるというよりは、みんなで集まってああじゃないかこうじゃないかということをやるわけだよね。実はこれってメガフランチャイジーの社長っていうのは意外とやってたりするんだよね。集まって飯食ってるだけって社員の人はみんな思うんだけど、でもそれは意見交換してんだよ。それが彼らのやっぱ次加盟するところの決める戦略だから、それのもうちょっと小型版をやればいいんだよね。ディスカッションするってこれ大事なんだよね。大体人間偏ってるんだよ。だってサラリーマンって言ったって年収ね1000万の人もいれば200万の人だっているわけでしょ。こういう人たちが混ざって話をすることは大事だと思うよ。なんかワンシーズンに1回ぐらい、なんか何かの FC に加盟してる人みたいな条件で飲み会やるじゃないですか。その時に出てくる話っていうのはやっぱ面白いですよね。そうでしょ。だって公開飲み会の時にさ、セブンイレブンのオーナーが来てたけど、あんな話なんか絶対聞けないじゃん普通に。いや聞けない聞けない。絶対聞けない話が聞けるわけじゃない。そういうのが大事なんと思いますけどね。こういうことが勉強できますよっていうよりも、仲間ができて切磋琢磨してやっていきましょうっていうね、そういうことかな。だから月謝1万円だとね、いつも使ってるコングレススクエアの会議室ってさ、本部の学校の時も会議室代であれいくら？15万から20万。立派だからねあそこね。10人とかだったら赤字っす。しかもさ、ちょっとゲストにも来てもらいたいじゃん。まあ例えば石塚社長に来てもらいたいですかね、やっぱね。あと AFP のオーナー来てくれないですかね。竹田塾50校舎やってるすごい人がいるんですけどね。なんだかんだね、その勉強会はね、桑田オーナーとかね、あの人ちょっとメガ G になりそうな。そうそうね、昨日ちょっと話してて、20店舗でねビジネスチャンスのランクに入るんだったら目指せるじゃんみたいなこと言ってたよね。1年後に20店舗ぐらいになったっておかしくない。伊藤君が学びたい人を順番に呼んでいきましょうね。はい、勉強したいです。でもこれ月謝1万じゃ赤字だよ。これ運営するだけ手間かかってさ、まあ前では3万円にしたいけど、やっぱり加盟する側はちょっと1万円が限界だよね。じゃあその分本部の学校を値上げしますか。とはいえやっぱりね、ルノワールの会議室でやるっていうとやっぱりいい発想が出てこない気がするね。どうせそれだけかかるなら、もういよいよ我々もオフィスを借りるかだよね。それも悩むね、本当ね。まあでも赤字補填分はこの G の学校で僕は学んで、フランチャイズチャンネルを大きくすることによって補填していく。任せてください。なかなか言い切るね。伊藤君の研修費用ですね。だから皆さん月謝1万円プラス飲み会は実費でお願いします。すみません。カリキュラムを充実させていこうと思いますが、飲み会が実は価値があるんじゃないかっていうね。そうですね。一応なんか構想としては、今 FC 本部の学校を毎月第3土曜日にやってるんですけど、その前の時間に G の学校をやろうかなっていう感じになってまして、でいつも本部の学校はその後飲み会に行くんですけど、合同でね飲み会回やったりしてもいいんじゃないかなっていうところで、G の学校で G についていろいろ学びつつ、でその後の飲み会で本物の学校の方と交流する機会もあった方がいろいろいいんじゃないかなっていう感じになりましたよね。はい、そういう感じですね。なので9月16日の日中、詳しくは下の概要欄のページから見てみてください。何人来るかな、スターター5人か10人かな、もうちょっと来ると思うけど。本当？うん、有益な情報を発信してください。第1回のね、先生度が決まったら順次発表していきますんで、 G の学校入りたいなという方はこちらまで、はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒とね交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。